はい。皆さん、こんにちは。MG でございます。えー、なんだかんだ連日投稿してますね。なんだかんだ連日ですね、なんか昔の受胎感染を思い出すということで、えー、パート4ですね。緑髪のよるスプラッタショー、えー、実況プレイしていきたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたします。ちょっとね、描写がやっぱ怖いですね。ちょっとね、描写がね、MG さん的にだいぶ怖いんですけど、まあ、 せっかくねここまで来たなら最後までクリアしてほしいっていう意見をですねちょこちょこいただきますんでうん言われるならやろう <laughs> みんなが言うんだったら MG さんはね頑張ろう前回どこまでやったっけこれね別日撮影なんですよねあそう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 ,そう3番のところに行って本を入れたんですよねしたら表紙がどうこうっていう話になってぐちゃぐちゃにされてしまったと えー、いうことで、うんなので3番への謎解きが微妙なんですよね。なので、とりあえずですね、えー、4、5、6? およびちょっとね、3の謎解きをね、ちょこちょこしたいんですよね。ここは何もない。ただ、あそこの表紙が見、ブックカバーがついてる。あ来たーブックカバー来たやばい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 。神展開来たこれ、神展開来たこれ。 いいですぞ。でね、下の大広場に入るのは、ちょっとね、後でにしましょう。で、一応ね、進んだので、えー、セーブをしまして。怖いわー、やっぱ怖いわー。あの3番ね、中でなんか暴れてるって言ってたからね、それがやっぱ怖いですね。じゃあ3番いきましょう。で、鍵を開けますと、で、怖いので、ここで一旦セーブして。 えー、中になんか暴れてるんですけどまあ大丈夫かいあでも開かないになってる暴れてるって言ってないなでここで入れられるんだけどとりあえずアイテムを見てみて日記日記アイテムカモフラージュした漫画カモフなるほどねなるほどねカモフラージュしてんのねじゃあいいよじゃあいいじゃあいいじゃあ入れようあった棚が一人で動いてる来た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  おえ、動いたのは確かだあ、来たなんか来た鍵と日記来たから4倍の鍵と日記の嫌いし来た読まなきゃダメよねもう読みたくない確かに僕はあーなるほどあの女が大っ嫌いなんだ無能のくせにちょっと頭がいいからって偉そうで姉のことが嫌いなんだねなるほどだからパパやママにミスられたんだようなのに僕に逆恨みするなんてああなるほど兄弟間で仲悪いのか それであの女はとうとう僕を殺そうとしてきたわ。あの女がこそこそ準備してるところを見つけたのなんてラッキーかしら。もちろん帰り討ちにしてあげたわよ。殺そうとしていた女に殺される気はどうかしら。何もこ、ちょ、怖いやめてちょっとやめて怖いんだから考えただけで最高よ。あの子、人殺しまでしていたのそれも血のつながったお姉さんを。怖いでござる。<laughs> ちょっと MG さんまずい。怖いでござるよ。ちょっとこちょちょちょ,ちょ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 怖いでござるよ。 はいじゃあ4番へのね鍵をゲットしたのでとりあえず4番に行きましょうちょっと怖いですねただ動画時間的にどれくらいになってんのかな今2分あえっうわない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 なってよく見たらホログラムじゃない魔界ってビビったマジビビったわちょっとやめてよねまったくそういうのそれう怖いのよくないんだから本当にもうまったく動画的には何分 ?2 分4分5分 ?3 分 2分4分3分5分かわかんないですが4番の部屋に入っていこう鍵を開けた行こうぞんなぜ右から2番目にないんだい中は空白いバラ花言葉は純潔。うわー謎解き芸家赤いバラ情熱ですね 緑り。なるほどそれに確かなんかそれで謎解きをするのだなお酒飲む飲まないいやまだ飲まないよく見たらクロスの下になんかあるお鍵と日記のパーツラキラキラッキよくないよくない別にこの部屋用なくないようなくないかでも一応見ていくかタルダーワインとか入ってるに趣味のいい時計ねいっぱいあるね趣味のいい時計ねピカピカのお皿にビカピカのお皿電話ねそうね 特に火をつける必要性はない。ナイフがあるな。なお料理。私はまうん。確かにね。僕も家に帰るとね。ゲームばっかしちゃうんですよね。や、ヤモリも食べる。やめやむりやめやめ。でもやめてよね。ちょちょっとぐちゃぐちゃになっちゃった。言葉がぐちゃぐちゃになってやめ,め。め,めめめめ。本当に特に水を出す必要性はないわね。メモ埃のそばに花びらを一つ、情熱の向こう側に花びらを一つ、純潔の背後に花びらを一つ。 猿の横に書いてある。紫のバラの横に椅子を調べてね。紫の横のバラ何も置いてない。テーブルの上、それは見た。白いバラの椅子。白いバラの椅子の壁紫のバラの椅子ね。オッケー紫のバラの椅子。あ、なんか書いてある来たー？ ク、えー、クロスはクリアしたんで後ろの壁ここかきたきた全部揃ったのはいいけどくっつけないと鍵は使えないここはもう見たもんなじゃあとりあえずここの面はこれでいいんだななるほどなるほどじゃあ次の部屋に行きましょうせっかく鍵は揃ったんでね ということは、鍵が今、えー、鍵の日記とパーツくっつけなきゃいけないなるほど。ということは、鍵をくっつける接着剤的なのが必要になってくるのかな <laughs>、うん、なるほどね。とりあえずここら辺を調べていて、ここは何もないですね。とりあえずちょっと先に進みましょう。はい、戻ってきましたと。 でここなるほどねでここにさっきねなんか怖い人がいたんだよね合わないですねただここら辺を調べるとねいろいろ出てくるのでうーんあの鍵をくっつけるっていうのはどういうことなんだわからないなあの鍵をくっつけるっていうのがねちょっとわかんないですねただねワインを飲むっていうあれがあったんでちょっと ちょっと飲んでみますかせっかくならちょっと飲んでみますかワインそれで何か謎が解けるかもしれないあっ中にセロハンプテープト先生あきたーよしこれでくっつけましたと5番の鍵とーオッケーオッケー,ー読みましょうあの女の部屋をあっていたら日記を見つけためくってけたら笑いが止まらなかったなるほどあっ お姉ちゃんが女王になる素質を持ってるって話ですよね。偉そうに気に入らなかったけど、まさかここまでと。なるほど。ろくでなしの無能でしかないくせに何が女王よ。僕はお姫様にふさいきんあんたはただなくそもしよああ。えそれからこいつがお宝を見つけたことを分かってた一つの栗を潰せるくらいの魔力が使ってるのは。なるほど。ちょっとあさってみたら、それで僕が起きてる。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。オッケーオッケーオッケー。うん。私もお姉さんとは変わらないと思うわ MJ さん、もうやめてよね、まったく。 で、とりあえず、えー、これで、えー、アイテム的には、えー、5番への鍵をゲットしたんだねなる,なるほどなるほどなるほど5番への鍵をゲットしたので5番に入り6番目の鍵をゲットするのがベターだろうただ4番でワインを飲まないのは MG さん的にはありえないせっかくだから飲んでいこうじゃないか飲もうぞ飲もうぞ はいじゃあワインこれは空っぽなんだもんねじゃあワイン飲みましょうおい飲めせっかくだから飲そう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 飲もうぞ飲もうぞ僕の黒歴史に関しては過去の動画を見てくんなさいえた、ー、いものかそれはうんぐっ体が痛いたいちちちちもううじかじられてうそだろうえーうちょちょちょ、うん それ以上はい、ということでですね、皆様、ここで本日の動画は最後になります、えー。最後までご視聴いただきありがとうございました。えー、今回パート4かな、えー、なんですけど、えー、ちょっとね、ここまで来たら、今まではね、パート1やった時にパート2やるやんない、パート3やるやんないって聞いたんですけど、ここまで来たらせっかくだから、やろう。 うん、せっかくだから MG さんで最後までやるゲーム少ないんだけどここまで来たらさせっかくね234ってきてパート5パート6あたりで、えー、最終回をですね、えー、迎えられるような、えー、動画作りっていうのをできたらなと。 えー、思っておりますので、ぜひですね、皆様、えー、最後までご視聴いただけるとすごく嬉しく思います、えー。ぜひですね、今日の動画もグッドボタン、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。えー、じゃあ、以上、メディアシー終わりたいんですが、えー、ちょっと残念ながらですね、MD さん、ちょっと、こういう系のゲームがですね、あまりにも、あの、苦手なんですよね、黒系。 っていうのがね結構苦手なのでところどころですねウェーってなっちゃうんですけどちょっとそこら辺はですねごめんなさいお許しくださいちょっとねあまりにも怖いのでちょっと皆さんそこは多めに見てもらえるとうん嬉しいなって思いますまあじゃあ以上イメージした皆さんまた明日ちゃんとこの緑化シリーズあげますお待ちくださいではバイバーイ